大事なのは何を経験したかではなく、その経…知ってるかな、リカードお姉ちゃんってね、過去にすごく辛い思いをしたの。でも今はシアターの生活に感謝してるって言ってた。芸術の鑑賞に寄せんはない。あ、そっか、分かったよ。あなたから見たら私たちの劇は教令員の基準を満たしていないかもしれない。うちのシアターにもそれを試した人がいる。ズバイルさんはきちんと管理を…ズバイルさんは署名した書類を全てここに持ってきてる。手続きに不備はない上に、どれも有効期間内のもののはずだよ。シアターは人々、私たちにとってズバイルシアターは劇を行うだけじゃなく、私たちの居場所にもなってる。私は彼女の同意を得てる。彼女は勝ちたいと言ってくれた。そのためには全てを代価にしてもいいくらいの覚悟だった。それは私も同じ。